まま走っていきます。じゃあ、うわ、ゴールは？もうゴールありそうなんだよね。あぶね、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 あぶね。ちょ、これ、アイテムいるよ。絶対アイテムいる。もういや無理じゃんこんなの。はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。あのね最近さなかなか勝率がいいんですよね。今までねまあ他のプレイヤーに攻撃はあまりしてこなかったんですよ。まあそれがね意外と攻撃することによってまあ勝てる勝率っていうのがね結構上がるんですよ。まあそれはですね、まあ、その味方によってはひどいとかまあそんなんなっちゃいますけど、まあこれはバトルなんで。ちょっと待ってマイクの位置調整悪いな。待って今ねめちゃくちゃ画面と近いな。そして待ってマントナイスマント。うわこれ激アツフィーバーじゃん。待ってこれ激アツフィーバー。このまままっすぐ行きますか。いや待ってここら辺でアイテム欲しい。これアイテム、いやアイテム、あ待って待ってゴールゴールゴール、やったー。うわ一番右の人すご一番右の人すごい。な何人だろう。マウントコンバ。まあいつもの通りですね。まあ意味がわからないコース名ですけれどもこのままやっていきますか。ジャンプ、オッケー、マリオマリオマリオジャンプ、オッケー。いやこれ大丈夫大丈夫だね。オッケー、このまま残る子気をつけていこう。よし、あのキノピオ追いかけます。ここでみんなやられんのか。あ待ってキノピオ戻ってきてない。いやこれ熱いよめっちゃ熱い。このまま先になんかゴールがありそうなんですよね。まあ一応マウントなんとかって書いてたからあぶねー。よしこれあんまりさ上をちゃんと見ながら行こう。おっ強行攻撃マリオ中間ポイントは。いやこれ右行こっか。これ左が正解っぽいけど右行こう。多分こっちが正解。いやこっちでいい。またよっす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 でこれ着火してこのままこっちに行こう。マリマリ邪魔マリ邪魔。オッケーよしよしよし、このまま抜けていきます。ジャンプ、いや熱っ。これは多分勝てますね。はい、さっき勝ちましたけどこれも多分勝てると思います。ちょっと待って危ねえ。よし、おマリオなんかさ当たってるね。のこのこ当たってるね。ここら辺でアイテム取っていこう。オッケー、あ待ってキノピオが来た、キノピオが来た。違うキノピコか、キノピコが来ましたね。いや大丈夫か、これはこのまま登っちゃーって えこんなんなんの。なんか火器も止まってない。なんかマリオと重なってんだけど。おお今回 A の方と S の人一人だね。いやワンチャンあるよこれ。マリオブラザーズワールド1の1。マリオブラザーズワールド、ワールドって確かあのスーファミだったっけ。いや違う普通のこれか。これはちゃんとした1の1だったらもしかしたら勝てるかもしれない。ワンチャンあるよね。1234、オッケー、これは勝ったでしょ。これもしかしたら、いや左ね、なに、こっちこっちこっち、いや違う、そっち多分こっちが合ってる。いや多分ね、あキノピオが正解かな。多分あの土管がもしかしたらフェイントっていうか罠だったんでしょうね。っていうことはキノピオそこはもうゴールしてるんじゃないか。どうなんだ、もしかしたら待ってくれてるっていうか、キノピオいないね。あらキノピオいないね。あらまだ続く感じこれ。あいや戻ってきてらっしゃる。誰にやられたんだキノピオそんなところで誰にやられた。まあまあそれじゃあねみんな待っておきますか。うわー危ねえ、マリオが来る。おーなんかルイージの帽子組とルイージじゃない帽子組が混ざってますけど、これで2対2だったら面白かったんだけどなね。ルイージの帽子組とそうじゃない組、何言ってんだろうね。さっきからもう最近語彙力がねゴミすぎてやばいねって言いますか。これちょっと落ち着いていきますね。はいよし来た。これはどうしようか。このまま右に行きます。ほいよし、オッケー、うまい。うそ待って、やられてやられてキノピオ。うわやられないかさすがに。あなんかキノピオギブした、ギブしたよ。いやワンチャンあるよこれ、ワンチャンある。待って待って、そこ危ない、そこパック出るでしょ、その辺その辺パック出る。あぶねーよし、マリオマリオが先行ってらっしゃ。結構難しいんだよなこのコース。よし来た、ここまで来た。いやこれ結構怖いんだよなこのコース。回転ジャンプマジ重要。オッケー、そしてこれは多分パックンかなんか倒してくれるみたいな。オッケーオッケー、ここまで来れば多分もういけらず。でここ一旦閉じ込めておこうか。ちょっと待って、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 うまく喋れてないけど、これはアイテム、よし来た、これはもう勝ち。まあ多分もう勝ったと思うんですよね。でこれ降りていく、ちゃんと降りていこう。ほっ、いやもう当たっていいですね、当たっていいんで降りていきますね。ほっ、ここでファイヤーで次右でいいかな、多分こっちでいいでしょう。ちょっと待ってね。はいはい、よし来た、このまま走っていきます。もうゴールがあって、結構難しいなこのコース。ちょっと待って、ここでピンクコインめちゃくちゃ集めるのは厳しいと思いましたけどゴールできます。うわ
いくら D がいる、いくら D。 あ、ちょっと待って、みんな強すぎない？ちょっと待って、みんな強すぎなんだけど。え、いくら D ってあのいくら D さんかな。多分ね、僕のこと分かってたらなんか挨拶してくれると思うんですけど、多分これ違ういくら D さんかな。どうなんだろうね。あ、でも持ってくれてるっていうか、めっちゃ激しいな、いくら D。 いくら D めっちゃ激しいな。よし、じゃあこのいくら D には攻めて勝ちたいね。おっけ、来た。で、このまま右に行っていいもんだから、ジャンプ、オッケー。で、このままよし来た。で、中華ポイント。で、なんかさ、パックンとか出てきそう。やっぱめっちゃ出てきてるな。このまま、もうゴールあって。ジャンプ！いや、いける！これ、勝てるよ。これ、ワンチャンあるよ。ジャンプ！来た！今日ちょっと調子良すぎて。くさ。ピオキングピオっていう人いるね。昔の僕のアイコンですけど、リスナーさんかな？リスナーさんでしょうね、きっと。まあ、ピオキングっていう名前ついてるぐらいだからね。さて、これじゃあ最後にしますか、せっかくなので。キノピコさんいますね。お、キノピコさん、あ、ごめん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 。よし、オッケー。じゃあそれじゃあバトルしますかね。まず落ち着いていこう、落ち着いていこうね、みんな落ち着いていきましょう。ほい、ジャンプ。よし、オッケー。ここでもアイテム取っていきたいですけど、猫、猫は熱い。砂漠で楽しい 4P vs って書いてるね。さて、砂漠で楽しい 4P vs か。まあ、そのまま通り4人用バトルと思うんですけど、結構ね、今までバトル用コースやってきてるんですけどね。ちょっと待って、あのルイージマジで害悪っぽいな。大丈夫か、これは一緒に連れてってもらうみたいな感じで。オッケー。はい、や、いや、めちゃくちゃ速くなった。あ、ダメ、来すぎた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 、こっち来すぎた。まずい、スタートがやり直そう。あのね、キノピオのところがね、正解かもしれない。僕一旦ね、キノピオのところ行きます。ワクワクステージ、どんなステージだ。最後これでラストバトルにします。めっちゃワクワクさせてくれ。うわ、どういうことだこれは、どういうことだ。このまま右に行きますか。うわ、これ、あれ、乗ってった方がいいんじゃない。大丈夫、ちょっと待って。おい、あぶねー、ちょっと待って、ちょっと待って。おい、よし、でこのまま走っていきます。ジャンプ。うわ、ゴールは、もうゴールありそうなんだよね。あぶねー、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 あぶねー。これアイテムいるよ、絶対アイテムいる。もういや無理じゃんこんなの。ファイナルバトル、これでラストにしよう。コース名いいよ。実際にこれラストバトルにしますね。僕のファイナルバトルにします。じゃあこれは上のスーパードングリ持っていきます。これが一番熱い。ちょっと待って、これ、そしてこのクッパクラウンジュニア、激熱でしょこれ。いや絶対激熱だと思います。このままいきますね。いける、これいけるのか。このまま、待って、上から行こうか。なんかみんなから来られそうだから、僕こっちから行きます。ほい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 、待って待って、おっそおっそ遅すぎマジで、ちょっと待って、遅い。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。